耐えることができるか。侵略2人目パラノイアもらって、こういった足が止まる。スモークだか詰めていくな。ヒロさん、いや、ヒロドンさんが詰めていく。落ちてますね。そしてフラッシュから逆にプッシュ GTS。 一旦セットだ。もう2名置いてますね。分かってますね。そしてフラッシュポイントも2つ残しています。押しまず2つのフラッシュポイント。そしてネスが横をつくようにサイトナカ1人2人。 A でキャリアダウン。最後はメデューサ。ただまた最終どこですか。 B メインのコントローラー A を挟みたそうにしてますね。 B ヘブンでアクションを起こしての A 挟みだとは思うんですけれども、B メインをがっちりと抑えられているので B にはこれ以上寄らないですね、クレイジーラ君は。これフィスカーの位置重要ですね。このかぐやが取るかフィスカーが取るかで大きく試合が変わりそうです。そして寄ってきてますね。光線も気になりますね、はい、あ、ちょっと聞いて。スルー、うわ、バレてない。ここで2人 A でキャリアダウン。ここはかぐやがリカバリーです。4対3。メデューサがスペクサで耐えている。武器を回収。サイト内ではバッチ、メデューサバッチバッチと。こっちの間にか B のタワー上フラッシャー入っていますが、一旦ヘイトを買ったメデューサ。いやー、ここも落としていった。天蔵あてしかいないですよ、 B 側。リアジャッジ、本日はリアのジャッジが火を吹きます。カグヤが出落としてワンオフォーです。残ったのはフィスカ、ブレードストーム。ここでダメ押しのトレイルブレザー。位置はバレてしまいます。どうする。うお、最後はヒロン、ヒロロン若い力。ここからの切り返し、足音をガンガン鳴らしてかかってこい。さあネスジャッジ、いや、ここも抑えた。ヒロロンパワーですね。バチ返せるか。まずは1人落ち着きたいところ。反対側では上げ、再びヒロロンが後ろを返していく。2オン2です。いや、この位置気づけるか。落ち着いてるメデューサ。さらにフラッシュ、これがクリジラクの戦い方。落ち着いてさばききりました。ユセレクターシーカー、そしてスポンジのようにそこを吸収して抑えていくのはクリジラ君。ビーター上、パラノイア入っています。天蔵すでにB サイドの中にヒロロンがファーストブラッド。そしてかぐやはシェリフで抑える。またシェリフ。5対3、どう取り返すクレジラ君。流れてくる水は止められないか。ネスが詰めますが、天蔵がカバー。リスカもカバーして2オン3。そこを天蔵が抑えていく。1オン3です。残ったらメデューサ。コズミックディバイド、やっとオーブ回収は、お、早いですね。オーブ回収は、あー、ショーストッパー上げるかな。リアが取りましたね。ファーストブラッド、天蔵、なぜだ、なぜだ、なぜ止められない。バイクを設置、しかもリア来てますよ、下から。フィスカ捉えきれない、このプレッシャー。勝ってないほどのこのプレッシャーがクレイジラ君を襲います。いや、顔が出せない。下にはリア、そしてかぐや、上に上がってくる。リア侵略者、4対3。ありえますね。そこに対してどう対応するか。それでもヒロロは取っていく。お互いのトレードバッチも返す。フラッシュポイント、壁を抜かれます。ダメージをもらって4対3。人数差有利はあります。クレジャー君落ち着きたい。ネスはリザレクションもありますからね。最悪サイトないのがゲーミングチームセレクターかもしれません。ただゆっくりと3名グループアップして B に攻めていく。ショーストッパー、アデを逃がさないか。アデよく引けた。パラノイア、さらに上へのペイントダウン。下右回りパワーで押していく。ワンワンのトレード、後ろを向いたところメデューサが突破していく。時間がない、どうだ、抑え切ったメデューサ。よっ、逃げた方がいいかもね。お、 B 側、 B 側ですね。侵略者のロックダウン、中央の壁は割れていません。 A 側フィスカーのオペレーターに任せて O の配置を取ってるんですね。ベントにブーンボット出てきたところ、トレード、ナノサム侵略者のと、このナノサムで姉が倒されています。 B 上はメデューサ、スモークだから隠れて上のリアを落とします。一旦引いて取り返しの判断。
3対3。ここローリングサンダーありますからね。まずはメデューサのトレイルブレイザーから合わせますね。トレイルブレイザー、そしてローリングサンダー、スモークで姿を隠していくな。 G 点線抜かされた、抑えた。フィスカダブルキル、ワンオスリー。ある程度位置は読めているか。アフターショック会場を鳴らして相手を炙り出します。フラッシュ見えたところ、抑え切った。バッチ落ち着いてますね。オペレーターでかぐやを落とし切ります。他はベント詰めです。なかなか攻め側でジャッジ2本ではないですよね、うん、さあここピークしたところ、フィスカーがオペレーターでカグヤを抑えました。いや、ここでアストラが落ちるとこのオペレーターの射線が塞げないので、はい、かなり A 側には行きづらくなりそうですね。逃げても無駄。Cか、そしてヒロロ恐れるがいい。エンプレス、いや、スポフィスカーが2人目当たりに行ってる。2人目をさばいたのはヒロロ。いやー、体力はないんですが、リアが追いかける。その後ろからヒロロ、3人目2オン2。笑っている。パラノイア、パラノイア。シーカーも来る、苦しいか。さらにはクラッシュ。これがクレジラ君、メデューサ、メデューサの戦い方素晴らしいですね。今のラウンド MVP はフィスカーでしょうね。が上を見て、今度 A ロングですね。 A の正面を見るのがフィスカーのオペレーター。スモーク準備、そのあえて前に出ます。ポータライン、リア1人さばいて、2人目。いや、これフィスカーの射線が切れない。そこからのワンワントレード、3人目。残ったのはスロープのヒロロン、1人返す。ワンオスリー、出てこい。クレイジーラクーンと前に出ます。ヒロロン、うおー、抜いた。4人抜き。フィスカー、フィスカーがパワーで刺さっていました。さあ、ネスが中央、これ前に出そうな形もありますが、オーディンを持った侵略者、そこをさばいたら再びフィスカーのオペレーター。今のもタレットに打たれるのを壁を使って避けつつの半身ピーク、うん、前ですね。そして中央では再びリアがジャッジを構えています。フィスカー、さらに2人目。ヒロロンを抑えています。ヒロロンも B メインにオペレーターいたんなら A いないだろうって言ったらいつの間にかいるんですよ。いや、ブラストバックで上がったところですが、3人目。ジャッジの使い方をレクチャー。9対3。いや、これヒロロン重要なポジションいますね。基本的には A サイトを開けてと、上をしっかり潰すという判断か。横落ちたのフィスカ、フラッシュポイントも入っていました。さらにはセカンドキルもフィスカ、入り口を塞いで上には入らせません。相手の射撃音、足音を聞いて何名いるかフィスカーがしっかり報告しています。ナイフ顔出しに来たところ、テルウィンドスイッチして、どうだ。かぐや、かぐや2人抜き。あ、でも1人返しています。2対3。ここから切り返してしたから、今見えた。あれ、崩されたか。体力は6。ただヘイブンプランターでしょうね。ネビラハーフまで行った。リア体力が91、行ってるぞ。ハーフまで行って上下難しい判断。いや、熱がうまい。いやー、入って出て、入って出て、時間を稼ぐナイフ。最後を持ったラストサムライクレジャラクルです。リアを抑え、そして流れるようにメールボックスを通って B タワー、 B のハサミになりそうなのがクレジャラクン。B のガレージからはネス、かぐや、スモークの中に隠れて、まだ1人、スパイクを押している。お互いのトレード、ただスパイクを回収しないといけないのはクレイジラ君です。いや、いいフォールトラインですね。はい、フォールトラインからバッチがかぐやを抑えます。4対2。あと30秒。あれ、バッキー、落とし切った。4対1。いや、ジャッジではリテイクが厳しい。武器差があったクレイジラ君、そこを返しました。残ったのはリアのジャッジ。銃がある。ゆっくり進めていく。ブラストバック、一人でも持っていこうという判断。ネス正面からリアを迎え撃ちました。ファントムと落とし12対3というか、マッチポイント決めきれるか。お互いが正面で殴り合っています。お互いが銃で語り合っている。
ディア、武器を回収。取りに行けないですね。ディアがファントムを持った。そして下水道から上がってるな、バッチ。かぐや落として。あのリアがファントムを持っています。うおー、マーシャル。マーシャルヘッドショット。リザレクションネス、バッチを起こします。2 on 3。バッチはローリングサンダーをチャージしてます。リア、ネスを抑えて。2 on 2。スパイクを回収。見つけた。さあ A の上で1名いるのがここで分かりました、うん、クリズラ君2人とも位置がバレてしまいましたからね。時間を使えば最後設置のタイミングでショーストッパー打たれる可能性もあるので非常に怖いところですね。クリズラ君としても、設置さえしてしまえばバッチはローリングサンダーもありますし、うん、まだアビリティがかなりあります、はい、ゆっくりとゆっくりと A のタワーを進行する。リア、あと3人決めた。重なったところ2人抑えていった。じゃあサイトに打ち込む作戦でしょうか。そしてトレイルブレイザーメロボックス、マラリアショーストッパー、1人2人は必ず持っていくぞと自爆確保です。4対3、ローリングサンダーレディー、あと30秒、かぐやジャッジ蹴ってる、お互い交換、アデバッチもキロ取る、2 on 2です。抑えたバッチ、1 on 2、テゾ足音は聞かれています。フォールドライン頼れるバッチ、そしてアデのパラノイア、位置バレてますね。オーメン職人アデフラッシュポイント、フラッシュで返して、お互い見えていない、射角を取っていく、最後はマッチ勝利したのはクレイジーラック。ミッドにカバーに行ったのがうまかったですね。ですね、結果的なラウンド通して4人抜きでした。さあガレージ、クレイジーラック相手がいるのは分かっています。実は2人が守っています。リアと侵略者中央でアバッチ、打ち出しに行きますね。ワンオンワン、ヒロロンが取り持ってるや、前目でいいペイントだ、出しだナノスアーム削った、削った、削った、足止まってますよ。ワンオンフォー、クレイジラ君 A サイトに進行できません。シャッターも閉まる。 A サイトの情報がない、アデスモークが晴れる目の前、そしてラクター上からフィスカーが中央突破、マーケットをこじ開けて B を挟める状態に持ってきます。念のためのパラノイア、侵略者を囲い込んでネスが最後は仕留めます。3 on 5、いや取りに行きますね、取りに行きますね。何殴り合いたいの、フィスカーパパが正面、そして天童が B のポートハウス、2人目、シリフ、さらにフラッシュ、ネスがかます、ワンオスリー、残ったらリアです。ファントムを持っています。ここはリアとしては、はい、ラウンドショットまではいかなくても相手の武器を削りたいですね。そしてクレイジラ君としては削られたくない。さあ相手を見つけ、横からネス、ヘッドショットでリアで中央を制圧してるのはゲーミングチームセンター。これアタッカースポーンからスパイキャリアが迫ってる、警戒もできていないか、スパイクドロップ、さあどうするクレジラ君、さらにはシーカフラッシュ、パラドイヤ返している、メデューサ逃げれるか、アデが捕まった、ネス一人返す、髪抜きヒロロ、アデがいるのが分かっている、シュラウドステップで引いていく、逃げ切ったアデ、体力が27、追いかけていく、ゲーミングチームセレクター後ろ追いかけるのはフィスカーです。強い、抑えた天蔵、壁を耐えたネス、相手の様子を見る、最後の一人だ、ワンオンフォー、世界を経験したネス、目の前にいるのは何なんだ。さあヒロロンネスを抑えてゲーミングチームセレクター3本目、3体そうですね、この調整ですか、あと1人、ただメデューサよく返しました、降りてきたところ天蔵がさばきます。いるのは分かっている、バレましたね、抑えた、このアデのワンショットは大きいですよ。 3-on-3、 武器を2本渡す形となってしまいましたが、さあどうなる、あえて武器を取らずに、いやークレジラ君も相手の爪待ってますね、警戒しています。
しびれを切らして出てくるんではないかと待っているかさ、オールドローン武器を回収しつつ A を詰めていこうという判断か。リザラクション、ここでメデューサを起こします。いや人数よりか武器、目の前の武器も欲しいところ、リアが抑える。パラノイアが来るが、ブラストバックで2個目、時間を稼ぐ。シーカーが来る、ラクターウェイからのカグヤ、アストラルフォーム中、メデューサの打ち合い、アデガヨカがカバー、リアを抑えます。2オン3、上からはカグヤ、2オン2です。真下にはメデューサ、メデューサ、そして正面のバッチ抑え切った。遅らせます。さらにはシャッター前にはバリアオーブ。ここはリテイクアクションかけた瞬間にヘブン社からアデのパラノイアが飛んできますからね。そしてフラッシュも準備できてます ね、 ここすね。当たりに行きますね、パラノイアと同時に。ネビラスタン、ヒロロンはエミフラッシュを効いてる。ネストをさばきます。侵略者もフィスカを抑えている。そしたら押し込めている。ワンオンツー、うわー、いやー取り切った。今のは A 面からヒロロンが裏を取ってメデューサを掴むことができるか。一人、そしてメデューサラフターウェイのリアを落としています。ヒロロン止めることはできませんでした。さらにフラッシュ、転送エサイト顔出します。ヒロロンが顔出してメデューサを抑えている。さらにリア、相手を逃がしません。いい、ね、追いかけるような動き。た影は B 中残ってる。フィスカ警戒はできてるか。うわ、おー取った。2人目、武器も回収。 B サイトをこじ開けました。天蔵のトレードブレイザースタンを入ります。ここでクリジャル君メンバーは合流。バッチのショックボルトにより天蔵を落としています。ではどうすればいいんでしょう。B3 名で固めてますね。当たりそうですね。いやジャッジヘイト買って手前から飛び出ていく。ネスターダブルキル。今手前のリアも抑えたんですね。手前のリアはフィスカーがヘイト買っていましたからね、はい、そうですね。しっかり集めて、ただ中央側ではヒロス、そしてヒロロンと、カグヤが抑えていきます。結果的にはまだ分からない状況、2対3。フィスカーがどこまで進行しているのか分からない分、 GTS としてもちょっと難しい判断ですね。さあ体力は削られます。体力は61、ショックボルトも飛んでくる。これで前出るんだ。そっか、抑えてます。横ついたらフィスカトリブレイザー。フィスカの位置は見えたか。これは引く判断ですね。引きません。 GTS にキープという文字がオペレーターでカバー。ブレードソーモのタイミング、フィスカここは前に詰めていく。カグヤとの勝負、抑えきりました。最後丁寧なくない。リアがバッチを抑えています。4対4。ネスがすぐさまリザレクションで蘇生です。いやスポーンガーにもバリアオーバーありますしね。ロックダウンかわすタイミングが難しいですね。あとはアデがいいポジション、フィスカーが前に出る。天蔵を抑えた。ここで侵略者のロックダウン、ハンターズヒューリーで返していくな。バッチ、ネス、ヒロロン、キルトレード、2オン4。有利なのはクレジャー君です。人数差有利はあります。そしてアデがここでシーカーですね。シーカーとエンプレス、コズミックリファイドも使っていきたい。いいですね。メインを切りましたね。メインを潰しに行くか。2名で正面を抑えます。フラッシュもらってディスミス引いていく。シーカーが追いかける。さあ最初側はどうなってるでしょう。カグヤ、そしてリアが抑えていく。ラクター下も抑えていった。これ会場は聞こえないですよ。ワンオツメデューサ分かされたところから突入。最後はカグヤのジャッジです。会場は間に合うでしょう。粘りを見せましたゲーミングチームセレクターするためのペイントダウン、そしてブーンボット。いいバサミになりそうですが、ファーストブラッドはフィスカ、カグヤがそのフィスカを返してうまく挟めていますね。カグヤ選手がダブルキル。サイト中4対3、バッチしかいない。さあ一気にきます。これバッチは止まらないですよ。止めるかバッチ、時間を稼ぎたい。右側一人さばいて、後ろからはヒロロン。あとはスパイクがアッパーなんで設置まで少し時間かかる。そうですね、少し取りづらい位置にドロップしています。3対2、あと30秒。ここで設置に入る。スパイクを設置、正面まで入った。エルサトレイルブレイザー、サイト内にはいないことは分かっています。ボートハウスに3名、そこにアデのダークカバー。パラノイアしか奪われています。その隙に
メデューサが上がる、メデューサが上がる、一人抜いて2 on 2、どうする、迷う、姉が倒して1 on 2、侵略者、侵略者、どうする、最後はメデューサ取り切りました、取り返し成功、クレジラ君。後半ファーストラウンド、チームセレクターもマイラウンドです。頭出たところ、フィスカーが抑えていく、ペンダーが帰ってくる、下がったらダメージ、だったら前に出る、フィスカー右左、戻り際、なんじゃそれ、テールウィンドも使わない、十分に時間を稼ぎました。これがタクティカルな打ち合い方、2 on 2、結果的には2 on 2ですからね。武器を回収、熱選手がファントムを回収します。ヒロロン、バリアオブで動けません。ここはバリアオブが割れるまで待つ作戦ですね。かぐやはワイン、ここ、うん、かなりスポーン抜け警戒している様子、やや情報戦で勝っているのはゲーミングチームセレクターややです。だから結果的に進行するときに割らないといけないですからね。見つけた、落とした方がかなり有利、いや落ち着け、クラッシング持ち替えて、かぐやがネス抑えた、ワンオツ、いやこうなるとヒロロのポジショニングいきますよ。そうですね、ここですね、足音聞こえた、しっかり待ってから横からヒロロン、バッチ使用したのは天蔵、さらにはコントリックリバイド、フィスカが2人目、天蔵返す、テルウィンド引けた、体力は11まで削られました。かぐやメデューサを抑えて3対3、モータリ設置、ネスはリザレクションもあります、サイトで守らないとリザレクションありますからね、前出ますから、2上ブラッシュから上がっていく天蔵、フィスカを抑えた、3対2、いや強気なポジション、シアル非常に迷う場面、セーブだ、このフィスカーがかなり刺さっているように見受けられます。これも捉えれそうですね、フィスカー外さないですね、さらにはスパイク見えてます、うわ詰める、完全に B ロビーを取ってるな、フィスカー、オーディンにプレッシャーを与えるな、バッチ、これフィスカーが矢を回復、うわしかも C か、銃先見えたか、あて大丈夫か、2人目フィスカー、テルムル響く、シーカーのおかげでアデは引けました、壁抜き当たってますね、当たってますね、3対5、フィスカーの嗅覚が冴えたラウンド、ネスがさらに天蔵を抑えています、迎え撃てる、フェイク読みはないぞと言わんばかりの、前目に詰めていくフィスカー、あっと、さあ一人ピックすることに成功しましたが、引けている、そして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 、ダーヒロロン、ディス、ディスメス、引いていく、完璧な挟み込み、リザレクション、メデューサを起こします、4対3、メデューサ、アビリティはフルです、ラプター車が見えている、当たってもいる、壁を抜いてメデューサが、ヒロロンを落とした、3対3。視界が悪いか、これ裏から天蔵が来てますからね、天蔵が倒す、カグヤも倒す、メデューサが返してワンオンツ、最後はカグヤ、怖いですねタイミングは、そしていや再びフィスカー VS リア、取ったのはフィスカーです、したのかっていうのは GTS からするとわからないんですよね。中央スター回収、勝負出てきたところ、フィスカー今度は中央です、こういう風に甘えてしまうと、はい、オペレーターの射線通りますからね。クリルメイザー一応分かっています、返す天蔵のフラッシュ、メユーサを無効化、さらには待ったなしのシーカー、ブレードストームはフィスカ選手、アデがシーカーを破壊しきります、フィスカ前に出る、様子を見る、リア一旦オペレーターを構えて、すぐさまアストラルフォームに入ったかぐや、ヒロロンはラフターした、いや相手の抜きを見て位置を変えていきます、4対3、ショックボルト天井に刺されます、トレイルブレザーを出してる暇はもうありません、パラノイア視界は取れてる、天井後ろ後ろ回ったクリック、かぐやネスがかぐやを抑えて2 on 2です、一番出る、バッチも返す、最後取り切ったのクレジラ君、王にバッチダブルキル、このタイミングでいることが分かりました、スカーはすぐに位置変えますから、そうですね、
さあ、ドルトバージュ入っていく。どんなところ落としたの、アデ。さあ、ダークバー、進行止めます。次はショートだろうと見ていきますが、抑えたのは天蔵。4対4。メデューサがまだ A サイト。いや、強かぐや。なんで勝てる、なんでそこ見るの、一発目に。映っている。世界は分かたれる。ハンターズフューリー。抑えきれない。3対3。ショックダーツだ。当たるんだ。大丈夫ですね。設置音も聞こえませんからね。設置完了。ここよ。ヒロロどうする？スモーク？中に入って。弓を構えてるマッチ。取り切ってヒールしていく。かぐやフィスカーキルトレード。ワンオツ。残ったらです。クレイジーラクーンの強さを証明できるかです。ハグいけなかった。グラビティブル吸い込まれる。後ろにも対応。会場鳴らして。ラクターウェイ。リロードは聞こえている。でも会場する前絶対に出ないですよ、GTS は。先に勝負、先に勝負、ワンオワン。いや、間に合わない。引くしかないです。オーディオ回収。ライダーの王者クレイジーラクーン。ファーストブラッターメデューサ、ブラストバック、トムリア追いかける、逃がさない、ヘッドショット当たってる、ヒクビスカ後ろからテンスがカバー、テンスをお互いの壁抜き、ダメージはじわりじわりとお互いに入っています。マーケット飛び出したところ、ネスがリアを抑えました。本体は A に。ただクレイジーラクも寄ってますね。人数探りを GTS、 これで見えない。ネビラ侵略者、オーディン戦闘。いや、メディアさん、ガイディングライトとともに飛び出すのもありますよ。まずは天蔵、またシーカーが上がっている。シャッター開けて後ろをさばいたのメディアさん、よく反応した。正面バッチトレブレさん、いやースタンをもらっても関係ない、しっかりヒール。すでにオペレーターがいる。フィスカーが取った、テールウィンドで戻る。捕まってはいません。ペイトダン B に侵入、 HP がないが、そのまま設置。4対5、ネスのリザレクションもありますが、そのまま勝負を仕掛けていく。オーディでまずはカメルキ、フィスカー2人目、フィスカー3人目、残り1、そしてレス最後は23決めた。王者クレジラ君、シーソーゲーム、そして苦しかった。 GTS を抑えて2マップ目も取得。改めて第1マップ、そして第2マップ抑えて勝利したのはクレイジーラクーンです。